どうもこんにちは、タッカキッチです。さあちょっとね、サポ攻略続いてね、やっていきたいと思います。まあちょっと朝出したのはね、ガで入れ、自分ガでだったよね。ちょっとまあとりあえず討伐動画出したかったからあれだったんですけど、ちょっとよく考えてね、はい、こんな感じになりました。はい、ドン。自分盗賊旅芸僧侶ブラウニー。うん、この構成ね、なかなかね、敵に仕事をさせない。うん、いや特にまあ、雑魚を倒した後かな、雑魚っていうか、まあ、エビルプリ以外のボスを倒した後に、まあ、仲間呼びを多分すると思うんですけど、このブラウニーと盗賊でちょっとそれを阻止してね、一匹で、できるだけ一匹で、まあ出たとしても範囲攻撃で、まあ結構ね、ブラキチの範囲攻撃と盗賊の範囲攻撃で簡単に倒せるんだよね。なんで楽に倒せる。一番早いタイムで2分10秒ぐらいだったのかな。意外にね、早いし、さらにね、めちゃくちゃ安定する。まあ、盗賊のね、このランドインパクトのスタンとかが結構入るし、なので案外ね、楽に倒せるんじゃないかって思うパーティーとなっております。うん。で、まあ、耐性はね、先ほどと上げた動画と同じく、とにかく呪い、呪文耐性、転び、そして毒100、これをつけてほしい。でさらにね、まあ、盗賊は幻惑いらないのかな。うん、ブラウニーの場合が、あ、ブラウニーも幻惑入れずにやってたんだ。できれば幻惑欲しいところなんだけど、この子ね、多分ね、呪文耐性と呪いぐらいしかつけてないんだよね。これで結構ご了承入れてたんかな。まあ、できれば耐性ちょっとつけてほしい。では行ってきます。はい、まあこれはね、相も変わらずね、会心ガード、とにかくギガデーモンの通行ちょっとね危ないので、おいしょ。でさらにはランドインパクトで、とにかくおいしょ。おいおい、どうしたどうした、ブラウニー大丈夫か。おいしょ、ここで、とにかくランドインパクトでね、このスタンが入るからね、それを利用してね、あれ結構入りづらくなってるぞ、これ。ちょっと待ってね。あ、ほらほら、あ、ほらほらっていうか、あれはブラニーが入れたんだけどね。うん、あの子の、あ、来た、来ました。ファントムファック。で、あ、もう倒したよね、ヘルバトラー。めちゃくちゃ強いんだよね。で、これでショックを与えるじゃんね。で、このもう一つの必殺ね、お宝ハンターはちょっと取っておいて。できれば。できれば今すぐ捕まないでほしい。おいしょ。できれば今すぐ捕まないでほしい。ここよいしょ。で、ランドイン、うわお、あ、避けてるね、ちゃんと。ちゃんと避けてる。偉いね。よいしょ。うん、めちゃくちゃ強くない？この子やっぱ強いよね。硬いし強いしね。よいしょ。さあ、ショックも与えれるし、このスタン兄弟、すごいよね、この盗賊ブラウニーのコンビ。おいしょ。でもって、このスタンショットとサプライズアーチは残しておいてください。できるだけ。で、あと、これは、お宝ハンター、じゃあどこで使うかというと、仲間指の時にね、ちょっと使えます。これもうすぐやるね、仲間指。多分。この次にやると思うから、一応ちょっと取っといて、ファントマーク、あるんだ。さあ、メラガイアしてるから、まあ、いっか。じゃあ、チャンス引いとこうかね。よいしょ。ここ。とにかくこの出鼻をくじくっていうね、ジャマーで。これが気持ちいいのよ、なかなか。うー、いいダメージ与えるね。さっきた。ファントムハック。これでストップ。よいしょ。さらに、今のうちにちょっとネバネバ爆弾やってと。よいしょ。よいしょ。必殺もまだあるね。あ、来るね、これ。で、必殺を。お宝ハンターで、また蘇生を防ぐと。はい。意外にね、このお宝ハンター出が早いのよ。だからね、結構ね、こういう風に、ストップさせる。はい、そこでまた5441、いいダメージだ。で、このスタンショットとサプライズも、次のね、これはいいのね、魔力強化はいいよ。おいしょ。さあ、赤だね、もう来るね。赤で来るからサプライズラッシュを、はい、おいしょ。んー、ここ。はい、残念。もう何もさせないよ、ビールプリスト君に。おいしょ。意外に安定して戦えるでしょ。うん、火力はもう任せる、あの子に。はい、簡単。で、ブラウニーのこの
特技でもスタンがあるから、それでねうまくねスタンさせた、させることができるかな。2分57秒だいたい2分台で倒せるかな。 なんで結構強いのよねこれ。ブラウニーくん、はい、ということで今日はですね、結界の守護者たちサポ攻略パーティー、まあ1回目がねちょっとねモンスター入りっていうのがちょっと申し訳ない、もしかしたらブラウニー育てないよっていう方も中にはいるかもしれないから、ちょっと明日にね、サポートのみ、モンスター以外のねサポートでね、攻略ちゃんと出していきたいと思います。とにかく結構ねブラウニー育ってる方で自分盗賊できる方、このパーティーおすすめ。うん、今みたいにスタン結構入るので、まあね、何もさせなくてね、あのダメージをとにかく入れれるっていう状態が続くので、うまくいけばね。まあただね、動画ではまあ必殺とかうまくねタイミングよく来て一回も今ね仲間呼ばれない状態が続いたんですが、実際にはね、あの必殺来ない時はスタンショットとサプライズラッシュだけでは、仲間呼びがね邪魔をするのがね全部は不可能なんですよ。なので仲間呼ばれた時も何回かありましたが、範囲攻撃でねネバネバ爆弾だとかギガボンバーだとかプレートインパクト等の範囲攻撃で倒せば、まあね、グダグダにはならずにね安定的に倒せると思うのでね、この構成一回やってみてはいかがでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。